尾張名古屋は城で持つ。江戸時代から名古屋のシンボルとして愛されてきた名古屋城。そんな名古屋城天守閣とともに国宝第1号に指定され、近世城郭御殿の最高傑作と言われていたのが名古屋城本丸御殿です。本丸御殿は第二次世界大戦の終戦を目前にした昭和20年5月14日空襲によって焼失してしまいました。しかし名古屋開府400年プロジェクトの一環として、焼失から64年を経た平成21年1月念願の復元工事がスタート。平成30年に予定している全体完成までのおよそ10年の期間を3期に分けて工事を進めています。現在本丸御殿の跡地に設けられた素屋根の中では、主に第1期部分の玄関、表書院、中の口部屋の工事をしています。復元工事には古くから伝わる匠の技が生かされ、たくさんの職人たちの心が込められています。まあ、訪れてくれた人とかそういう人らが入った時に、なんかいいねって、こう落ち着くねっていうのがな、やっぱ日本人としての受け継がれた血っていうか、そういう。今回の本丸御殿ニュースでは、平成23年度に行われた復元工事の中から、平成25年春に公開を予定している玄関、表書院、中の口部屋の工事の様子を匠の技と心を交えて紹介します。現在最も工事が進んでいるのは玄関です。焼失直前の名古屋城本丸御殿の屋根は瓦葺きでした。しかし復元工事では時代をさらに遡り、創建当初の本丸御殿の姿に戻すこととしています。そのためほとんどの屋根がこけら葺きという屋根です。こけら葺きは杉やさわらを3ミリ程度の厚さに割った板を幾重にも重ねて吹いていくものです。直径50センチの丸太からおよそ500枚のコケライタを作ることができます。コケライタは専用の包丁を使って1枚1枚手で割っていく昔ながらの工法で作ります。手で割ることで木の繊維を切断しないので、雨水が染み込みにくくなるのです。コケラ葺きの作業は屋根の軒先から胸へと向かって進められます。竹で作った竹組みでコケラ板を手際よく打ち付けていきます。竹組みは錆びず腐りにくいので、常に風雨にさらされる過酷な環境でも長持ちします。軒先を形作る部分を軒付けといいます。軒付け板を重ね竹組みで固定していきます。本丸御殿の中で最大の広さを持つ表書院は、武家が権力を知らしめる公式の客間として最も格式を重んじた建物です。本丸御殿の復元手法は原則として焼失前と同じ材料、工法による忠実な再現を行うというもの。柱や梁などの軸組みは釘を使わない伝統工法で作られています。柱に掘られた保存穴に差し鴨居を通します。この方法を
サオシャチツギと呼びます。屋根の形を作る小屋組みも軸組みと同じように伝統工法で組み立てられます。小屋塚と小屋張りの敷地は送り槍と呼ばれるものです。小屋塚足元の槍穂蔵を小屋張りの逃げ穴に差し込んだ後、穂蔵穴に移動させて固定します。組み立て作業は土を使って穂蔵穴にしっかり収めます。次に羽木の取り付けが行われました。羽木の役割はテコの原理を使って軒先の荷重を支えることです。羽木を取り付けるために支点となる土井桁を羽木の形に合わせて削ります。羽木の先端には穂蔵を作ります。その穂蔵を軒先の茅追いに掘られた穂蔵穴に差し込みます。羽木は丸太です。一本一本形が違います。羽木がしっかりと固定されるように土井桁や穂蔵と穂蔵穴の調整を丁寧に繰り返します。はい、そのまま、ちょっと待ってよ、こっち動かして、いや、そうか、はい、あと軽くこう、はい、この羽木が表書院の深い軒の出を支えているのです。このように名古屋城本丸御殿の復元は日本の伝統工法を受け継ぐ職人たちによって進められています。左官工事もその一つです。本丸御殿の壁のほとんどが土壁で作られます。その作業を担当するのが左官職人です。土壁に関して言えばもう硬くもなく柔らかくもなくで、硬すぎないもんで、なんていうんですかね、ぬくもりがあるっていう風に捉えてるもんで、まあ現代工法のモルタルなんかもいいとは思うんですけど、やっぱりなんか落ち着くなっていうのは土壁の魅力だと思うんですよね。はい、と土壁の魅力を語る淵田さん。名古屋城本丸御殿復元工事という一大プロジェクトに携わっていることをどう思っているのでしょうか。大変だから面白いんじゃないですかね。多分簡単だったら面白くないですからね。だから大変な中で仕上がった時に自分の思ったところの何パーセントまで近づけるかっていうのが勝負だもんで、100年先は僕見えないですけど、次の人が見た時に、あ、こいついい仕事しとるなとか、これダメだなっていうのは後の人が判断するもんで、それとの勝負っていうのもあるし、将来を見越した確かな仕事は職人を育て、匠の技を次世代に継承することにつながります。手間暇かけんと絶対今はできんもんで、で一個でもこういう仕事は手を抜くと絶対破綻するもんで、まあ訪れてくれた人とかそういう人らが入った時に何かいいねってこう落ち着くねっていうのがな、やっぱ日本人としての受け継がれた血っていうか、
それ伝わってくれるといいなっていうのがありますよね。なんかいいなっていうのが。